はい、こんばんは、アクション TV です。いつもありがとうございます。今日はですね、ぼち飯なんですけど、晩飯を食べていきたいと思います。これ、鶏皮、冷凍12本と、ですね、湯豆腐ですね、湯豆腐。湯気が、ぶわーっと、熱々で。はい、いうことですね、今日も一日、仕事が終わりました。お疲れ様でした。今日はですね、まあ、仕事場でちょっとクリスマスの、ね、忘年会がありましてね。ね、はい。今日一日疲れました。やっぱりですね。何言ってるの、ね、このバカ。もう今年で43になりました。はい。一年があっという間ですね。まあ、今年も一人で年を越します。はい。もうだんだん外も寒くなってきましたですね、はい、今日もですね、ひろみとびさんのモノマネしながらね、晩飯を食べていきたいと思いますね。はい、鶏皮12本と、はい、湯豆腐3丁とコカコーラ、チューハイほろ酔いクリームソーダです。はい、これポン酢で食べたいと思いますね。もうネギも腐りかけます。はっきりしゃべろ。全部入れます。ドバーッと、ドバーッと入れます。以上に品ですね。はい、基本ひとりさんのモノマネ。はいはい、冷凍でもバカになりませんね。それですね、今日職場で健康診断でね採血取ったんですけどね、もう血がドロドロでしたね。はい、それですね、血圧も168-90、脈が98ぐらいでしたね。異常でしたね。はい、血圧の薬でもぼちぼち飲まないといけないのかなと思いましたりしてますね。つげちゃんどうですか。つげちゃん体調はどうですか。はい、いいみたいですね。つげちゃん、こぼしちゃいけまーな。ダメよ、ゆっくり食べて、ゆっくり。つげちゃん、基本一人さんね、ちょっと今動画をちょっと見すぎてもおかしくなってますね。鶏皮うまし、これが1本98円、98円です。98円。はい、豆腐1丁48円でした。はい、これですね。美味しいです。ちょっとですね、組み合わせが悪いんですけどね。今日体重はね、5キロ太ったということですね。ご飯はちょっと今日は抜きます。やっぱですね、一人で食べると寂しいですね。ご飯も美味しくないですね。もう寒くても暖房つけてますけど。やっぱね、もう年々ですね、体力がなくなってきてますね。はい、しげちゃん、お菓子食べる。しげちゃんもいいですよ。基本一人さん、ゴリラみたいな、どうですかね、割れ方しますね。みたいな、なんか難しいですね。ちょっとまだダメですね。きょんひとりさん、始まり方が、こんにちは、きょんひとりです。いつもありがとうございます。そして、車の中から始まるんですよね。で、しげちゃんが、後ろの座席に座ってて。で、これから、母親と、しげちゃんと、3人で、自宅に帰って、今日は、ちらし寿司を食べたいと思いますね。それでは、行きますね。で、しげちゃんが、夕口。家の入り口から出していって、それで、冷蔵庫を確認して、チェックをします。それから、基本ひとりさんとお母さんが、しげちゃんのためにご飯を作ります。という感じですね、流れ的にはですね。でも、たまに、
まあ、疲れたら、まあ、布団で寝かしたりして、ちょっと僕が受けるのがなんか基本一人さんなんかどうですかね、布団とかバーってなんか投げてから、そこはちょっと笑ったんですけど、しげちゃん寝かすたびなんか結構面白い場面が多いですね。しげちゃんより面白いですね、基本一人さん。あとまあ、家では、あと寝たり、トイレ行かしたり、ご飯食べて、その後も流れ的にはお菓子を食べて、って感じ。それで、あれですね。この動画は、続きから次回に、次回に続きまーすって言ったり、そのまま終わったりみたいな感じですね。で、最後、基本一人でした。で、終わるんですよ。まあ、ちょっとなんか、それあと、食べるとき、でくちゃくちゃ食べるのがちょっとね、あそこがね、ちょっとネックですね。はい、あそこは面白い。まあ、いろいろ面白いとこあるんですけどね、ちょっと今、ハマってずっと見てますね。もう何年前からの、ちょっと、振り返って。やっぱ、ちょっと親近感でも見てしまいますね。はい、まあね、わけわからん話ばして、すいません。うん、美味しいです。豆腐。うん。飲むよね。ね、しんどいですね。もう43になると。うん。まあ、ね。まあ、アクション TV、まあ。もう、YouTube しても4年ぐらいなんですけど、まあ2年ぐらいはちょっとね、やめてたんですけどね。ちょっともう一回、再チャレンジということで、たちまち登録者がまあ500人超えたいことで、まあもう少しちょっと頑張ってみようかなと、1000人目指して頑張っていこうかなと、思ってます。それですね。まあ、総再生時間がですね、4000時間とちょっとね、きついんですよね。はい。まあ、なんじゃかんじゃって、でも頑張らないといけないかなと思って。ショートもね、1000万回再生だったかな。まあ、僕11万回再生しかまだしてないんで。まあちょっとショートの方が結構出してるんですけど、まあそれだったらまあちょっとまあ難しいんですよね、やはり。はい。やはり普通の動画で、こう回数をね、見てもらわないとやっぱりね、利益かっていうのはちょっと難しいと思いますね。はい。まあそれでも諦めずに頑張っていきたいと思いますんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい。はい。それでは。また、さよなら、グッバー。